坂口智隆は、兵庫県神戸市生まれ、明石市出身のプロ野球選手。宇藤左だ。東京ヤクルトスワローズ所属。愛称は、グッチ。2020年シーズン終了時点の現役、NPB 選手でただ一人、大阪近鉄バファローズに所属した経験を持つ。小学2年時に、南式野球の、日踊り台ライオンズで野球を始め、投手で4番。 赤市立防海中学校時代は、公式野球のヤングリーグ、神戸ドラゴンズで、プレー、チームの1年先輩には、栗山匠がいた。神戸国際大学附属高等学校に進学後、1年秋から、背番号1をつけて、エースとなり秋季近畿大会でベスト4入りし、翌春に春夏通じて、 同校初の甲子園出場となる第73回選抜高等学校野球大会に AS で5番として出場。3年時は背番号1のままながら外野手として出場することが多かった。夏の全国高等学校野球選手権、兵庫大会では準決勝で近人健人を擁する私立天ヶ崎高校を相手に9回裏西から5点差を逆転してさよなら勝ちし、 決勝では、小崎忠かな、大谷智久らを擁する宝徳学園高校に、敗れたものの準優勝。高校通算23本塁打。2002年度ドラフト会議にて、高井雄平の交渉権を抽選で逃した、大阪近鉄バファローズから一巡目指名を受けて、入団、神戸国際大福を出身者初のプロ野球選手となった。また、 大阪近鉄バファローズ最後のドラフト1位、指名選手でもあった。4番を打っていた打撃と、瞬速強権の身体能力を買われて、外野手に転向。2003年はウエスタンリーグで打率。302を残し、ドラフト指名を受けて入団した、高卒野手では、球団史上8人目となる1年目での1、群発出場を果たし、初安打も記録した。 オリックス時代2005年から球団合併に伴う入団2年以内の選手への措置でオリックスバファローズ所属となり2軍で打率28513盗塁を記録2006年も2軍で54試合出場打率32812盗塁を記録オフにはハワイウィンターリーグへ派遣された2007年はオープン戦で結果を残し テリー・コリンズは、平野圭一が離脱している中で一番バッターは彼、以外いないと絶賛。一番中堅守で、初の開幕スタメン出場を果たし、初回に、同年のチーム初安打を放った。5月初旬に、打撃不振で2軍に降格するも、シーズン終盤に最小覚悟はレギュラーに定着し、9月以降は3割、近い打率を残し猛打賞も記録。 2軍では48試合に出場、打率、317、チームトップの10盗塁を記録。2008年も開幕1番に選ばれ、前半戦は、好調を維持。夏場以降は、打率が下がり三振も増えたが、主に1.2番打者として、タフィローズと並ぶ、チーム最多の142試合に、出場、初めて規定打席に到達するなどレギュラーに定着した。六三塁打。 13盗塁は、チームトップ、アンダ数、犠牲バント数、犠牲フライ数はいずれもチーム2位を記録し、満塁時には9打席で7打数6アンダ11、打点と満塁男ぶりも見せた。守備でも外野手として、リーグ3位の7補殺を記録し、ゴールデングラブ賞を初受賞した。一方で、全打席の半分以上で、3球目までに打った。 打撃スタイルとチーム4位の三振数を記録した、追い込まれてからの脆さからし支球が少なく、アベレージタイプの打者としては、出塁率が低いことや、サウスポーに対し打率、232に終わるなど、課題も残した。2009年は、シーズン途中から、元近鉄選手用の汎用応援歌に変わり、新たに専用応援歌が作られた。オープン戦では打率、 349と好調だったが開幕後は5月、初旬まで打率1割台と打撃不振に陥り、同年から加入した近鉄時代のチームメイトでもある大村直行が一番を打つようになった。その後は徐々に復調していき、6月からは大村に代わって再び一番打者に定着。5月以降は7月以外すべて月間打率3割以上で8月には、 月間打率。386、一郎以来球団史上二人目となる月間40、安打を記録し、最終的には、チームトップの137試合に出場して、チーム内の規定打席到達者で、唯一の打率3割となるリーグ2位の打率。317に、同2位の167安打、前年の自己最多を更新する、チームトップで、リーグ10位の16盗塁を記録。 また、リーグ6位の出塁率、381で、左投手に対しても打率、297と前年課題を残した部分でも、改善が見られた。守備では、外野手として、リーグトップの14補殺に、同2位の守備率を記録して、ゴールデングラブ賞を2年連続で受賞し、会に低迷したチームの中で活躍した。この年は、 野手8人の中で唯一日ハムではない選手の受賞となった。同年オフ、背番号を急に変更することが決まった。12月21日には、阪神・淡路大震災復興15年チャリティーマッチに参加し、地元選手、ブルーウェーブ・オビーラで構成された、頑張ろう、神戸ドリームズの選手として出場した。2010年は、フルイニング出場を目標とし一番打者として、 起用されていたが、打撃不振によりわずか12試合でスタメン落ちした。しかし、セパ交流選手戦となった5月12日の対東京ヤクルトスワローズ戦で、延長10回表に、決勝的時三塁打を打ち、チームの対ヤクルト戦2年ぶりとなる勝利に導く、活躍や、6月7日の対広島東洋カープ戦では、プロ野球新記録となる10社連続安打の、先頭打者として、 唇を切り、1イニングに安打を放つなど、交流戦打率、389と MVP 候補にも上がった。しかし7月は打率、213、オプス、539と、再び不振に陥り、前半戦終了間際に3年ぶりの2軍降格を味わうも、前半戦終了時点で、288だった打率を昇格後は3割に戻し、 最終的に2年連続3割、3年連続ゴールデングラブ賞、3年連続150アンダを達成し、3塁打はリーグトップの10本をマークした。また、8月には12塁打と63塁打を放ち、8月度の JA 全老後豪賞を受賞した。2011年は全144試合フルイニング出場を果たし、パリーグ最多アンダを受賞した。 シーズン序盤は不振であったが、交流戦では打率。412と一気に調子を上げて3割に乗せ、交流戦首位打者、最多安打、最多得点を記録して、日本生命賞を受賞した。終盤まで3割をキープして、首位打者を狙える位置にいたが、最後の最後で17打席連続無安打を記録するなど不振に陥り、最終的には打率。297でシーズンを終えた。 しかし、最多安打、最多対三塁打、リーグ3位の得点、同5位の支給、同7位の打率、同8位の出塁率を記録するなど一番打者として活躍した。守備でも無失策の守備率10割、守備機械リーグ3位、補殺同五5位と瞬速、強肩ぶりを存分に発揮し、4年連続でゴールデングラブ賞を受賞した。また、 9月度の JA 全農法合賞にも2年連続で受賞した。2012年シーズン前の3月10日に行われた東日本大震災復興支援ベースボールマッチの対台,台湾戦において初の日本代表に選出され、4回から途中出場し2打数1安打1支球の活躍を見せた。開幕戦では1番中堅守として先発出場を果たしたが、 この年もここ数年同様に春先から打撃不振、守備でも失策を喫するなど制裁を書いたことから5月5日の日本ハム戦ではスタメンを打ち、この試合で2010年9月19日から続いたフルイニング出場が179試合で途切れた。それでも一向に調子が上がらないまま5月17日の対巨人戦で初回に坂本隼人の放った飛球を ダイビングキャッチで候補したが、この際に右肩を地面に強打し負傷退場。検査の結果、右肩検査関節の脱臼さらに人体も断裂と診断され、長期離脱を余儀なくされた。シーズン復帰は絶望的と言われていたが、なんとか、その後9月7日のウエスタンリーグ、中日ドラゴンズ戦で戦線復帰。しかし、打撃は問題はないが、 守備で投げられるほどには万全ではなかったため、もっぱら DH、または代打として、守備につかずに2軍戦に出場し続け、公式戦終了間際の10月5日に1軍、登録され、同日の対ソフトバンク戦で7回裏に代打として、復帰を果たすと、大隣県時から、ダメ押しの敵時打を放った。同月7日の対西部戦でも、代打で安打を放ったが、 一軍定着後最小となる40試合の出場に止まり、最下位に低迷したチームにとって、坂口の戦線離脱が、攻守に停滞シーズンとなってしまった。この年のオフに、伊藤光と共に、オリックスの副選手会長に就任するも、新選手会長の大引刑事が、トレードで移籍したのに伴い、選手会長に就任した。2013年は、選手会長として、 試合に出場。しかし序盤から不振。さらに夏場に入っても一向に調子が上がらず、シーズン途中にはぎっくり腰になり8月に登録抹消。シーズン終盤に復帰した。最終的に97試合に出場。規定打席にはあと6打席届かなかった。2014年は8年ぶりに開幕スタメンを逃したものの一軍公式1122試合に出場。 出場試合数が3年ぶりに100試合を超えた。しかし8月以降は川端隆志にスタメンを奪われてしまうなどシーズン全体では前年に続いて不振。その一方で前年を下回る打席数で40打点を記録するなど随所で勝負強さを発揮した。シーズン中には国内 FA 権を取得したものの シーズン終了後に球団と二度交渉した結果、権利を行使せず、オリックスへ残留することを表明している。2015年にも、一軍の公式戦に開幕からスタメンで出場。一時、三番打者として起用されていた。プロになりたいと思わせてくれたという阪神、淡路大震災発生年のオリックスブルーウェーブ復刻ユニフォームで臨んだ4月18日の大西部戦では、 地元に近いホットモットフィールド神戸で、この年唯一の本塁打を放っている。しかし、5月11日に出場選手登録を抹消。抹消の直後に右肘を痛めた影響などから、一軍への復帰を果たせなかった。さらに9月には、翌年の契約について、野球協約上の減額制限を超える大幅な減法を、球団から提示される。坂口は、 この提示に同意せず自由契約を申し入れ、球団はシーズン終了直前の10月1日に坂口の対談を発表した。この発表を受けて東京ヤクルトスワローズが坂口の獲得調査に着手している。2015年11月13日に東京ヤクルトスワローズが坂口の獲得で合意に達したことを発表した。推定年俸は3000万円で、 オリックス在籍時の最終年法から四千五百万円、減額。その一方で、死を連想する不吉な数字として、日本人選手から敬遠されがちな背番号四十二を、自身の意向で着用することを決めた。二千十六年には、シーズンを通じて一軍に帯同。一軍公式戦には、主に一番や二番打者として、チームトップの百四十一試合に出場するとともに、 オリックス時代の2011年以来5年ぶりにリーグの最終規定打席へ到達した。また、6月2日の対日本ハム戦では1、軍公式戦、通算戦試合出場、同月8日の対楽天戦1回表の第1、打席では通算戦アンダ安打を相次いで達成。シーズン全体では、打率295、自己最多の63式を記録するなど出塁に、 決した結果、リーグ7位の出塁率を記録した。その一方で、この年のセントラルリーグ規定打席到達者でただ一人、ノーアーチでシーズンを終了。坂口にとっても、一軍定着後に規定打席に到達したシーズンでは、初めての出来事だった。2017年には、春季キャンプへ入る前の1月に、ローリングスとの間で、野球用具アドバイザリースタッフ契約を締結した。 レギュラーシーズンでは一軍公式戦136試合に出場。3年振りのセリーグ再開に沈んだチームにあって、規定打席到達選手でトップの打率294本塁打出塁率364を記録するなどシーズンを通じて活躍した。またシーズン中に一軍公式戦での通算打数が4千に達したため、 NPB の通算打率ランキングに名前を連ねた。シーズン終了後の契約交渉では、オリックス時代の2012年以来5年ぶりに1億円プレイヤーへ、返り咲いた。2018年には、ヤクルトを経て、MLB で6シーズン活躍した、青木のリッチカが、春季キャンプ中に、チームへ復帰。青木を、復帰前と同じ成中堅守に据える、チーム構想の下で、 この年にヘッドコーチへ就任した宮本晋也が坂口の身長の高さに目をつけたことを機に中学生時代を最後に遠ざかっていた一塁の守備練習を始めた。レギュラーシーズンでは3月30日の横浜 DNA ベイス,スターズとの開幕戦で6番一塁手としてスタメンへ起用されたことを皮切りに一軍公式戦98試合で一塁の守備についた。 打撃面ではシーズンを通じて安打を量産。前半戦は下位打戦に組み込まれることが多かったが、7月頃から1番打者へ定着すると2番打者、青木とのコンビで協力打線を牽引した。1軍公式戦全体では139試合に出場。打率はセリーグ9位の317でオリックス時代の2010年以来8年ぶりに3割を。 超えた。また、自己最高の出塁率、406をマーク。シーズン終了後には、推定年俸1億4000万円をベースに年俸が変動するという条件で、翌2019年からの3年契約を結んだ。2019年には、守備中に脇腹へ送球を受けたり、打席で自打球が目に当たったりするなど、オープン戦からアクシデントが相次いだ。 阪神とのレギュラーシーズン開幕カードには1番一塁手としてスターメンに起用されたものの3月31日の第3戦8回裏の第4打席で島本荒野から左手に支給を受けて交代後に左手親指の骨折が判明したため翌4月1日に出場選手登録を抹消された5月17日に一軍へ復帰したが前年ほどには 調子が上がらず、6月9日に登録を、再び抹消されてからは2軍生活に終始した。1軍公式戦全体では22試合に出場。10試合で1塁、9試合で外野の守備についた。一方で、打撃面では打率。125、0本塁打、2打点と制裁を書いた。この年で3年契約の1年目を満了したが、 成績などに応じて年俸が変動する条件に沿って、シーズン終了後の12月5日には、推定年俸1億1500万円という条件で2年目の契約に合意した。2020年には、10月19日の大半新戦で、史上129人目の通算1500安打に到達した。同年をもって、読売ジャイアンツの岩隈久氏が現役を引退。 同僚の近藤和樹が戦力外を受け、四国アイランドリーグプラスの香川オリーブガイナーズに移籍したため、近鉄に所属した NPB 現役選手は坂口和人となる。この年、自己最多の9本塁打を記録した。本人曰く守備が好きで打撃は苦手、投手を務めるのも嫌だったという。高校時代の監督である、 青木直流は、運動能力は高いが、投手としては、ハラハラする投球が多かったとし、粘りがないが、明るい、目立ちたがりな性格とコメントしている。一塁到達3.71秒の俊足を生かし、2008年から2010年までの、内野打率は14.7%である。さらに高打者として追い込まれた時カットすることも多い。一郎に似た。 バッティングフォームから広角に打ち分ける技術を持ち、速球に対しては2010年に打率379を記録し、特に時速1 5 0トル以上のボールには打率6割を記録し、得意とした。投類の試行数が少なく年間20投類に達したことはなく、投類成功率も通算で約68%と低い。外野の守備では2010年に ザー6.5を記録したほど、守備範囲が広く、オリックス時代には2008年から4年連続で、ゴールデングラブ賞を受賞。高校時代に投手として、時速140キロメートル台のストレートを投げていたほど肩が強く、正確なスローイングへの評価も高い。ヤクルト移籍後の2018年には、外野手登録のまま事実上一塁手へ転向している。 野球を始めた時から新庄強が好きで、自宅には新庄のポスターを貼っており、プロ入り後に公言した赤いリストバンドの着用も新庄の影響とのこと。2004年には本人と対面し、譲り受けたバットは自宅に飾ってある。その影響や球団合併に伴うプロ野球再編問題の中でファンの大切さを再認識したことからファンサービスに、 積極的である。同期入団の大西博明を兄貴分とし立っており、大西の横浜ベイスターズ遺跡に伴い、TV 番組、聖夜年。で、聖夜年。専属広報部長として、選手紹介や、キャンプリポートなどをしていた大西から、2代目聖夜年。専属広報部長に指名され、2008年12月13日放送の、 会では二人揃って、スタジオに生出演した。大西は坂口について、やんちゃな悪ガキという感じだが野球には人一倍熱心、と語っている。オリックス時代には、ブルーウェーブのレギュラー外野手だった、田口壮が、MLB のセントルイスカージナルスに所属していた2006年に、田口へ、弟子入りを辞記これを機に、田口が現役を引退する2012年まで、 オフシーズンに合同で自主トレーニングを観光していた。ちなみに、田口のオリックス復帰から対談まではチームメイトになっている。一番好きな映画は耳を澄ませばで子供が生まれたら家にジブリルームを作りたいと述べている。好きな女性のタイプは家庭的で料理ができてのほほんとした人。芸能人なら鈴木紗理奈と答えている。高校時代は ストリートミュージシャンでもあった。プロ入り後も二度ストリートライブを行っていたが、これが岩隈久氏に知られて、以降は行ってないという。オリックスの主力選手時代には、髪を金色に染めるとともに、口ひげを生やしたことから、球界を代表するオシャレ番長との評価を受けていた。2011年10月には、オリジナル写真集の編集サイト、包丁を通じて、 自身初の公式写真集をリリース。2015年には交通タイムス社発行のヘアーファッション機関誌、カジカジエイチ2015年春号でファッションモデルとしてのデビューを果たした。しかし、同年シーズン終了後のヤクルトへの移籍を機にイメージを一変。11月30日には髪を真っ黒に染めるとともに髭を剃り落として入団記者会見へ臨んだ。この会見では、 金髪の時代は忘れた。ヤクルトには爽やかなイメージがあるので、当分はこのスタイルを続けると宣言している。2015年限りでオリックスからの対談を決意したことについては、肩を痛めた2012年以降は思うような結果を残せていないが、今年は少しずつ手応えも出てきたので、バットとグラブだけ持って野球人として一から勝負したいとコメント。 その一方で、球団本部長の瀬戸山隆三は、対談発表の際に、坂口を、功労者と認識しているが、それだけでお金を払う世界ではない。シビアに行くところはいかないとという見解を示している。ちなみに、坂口は、その後に移籍したヤクルトでの入団記者会見で、拾っていただいたことに感謝するしかない。 契約をさせていただいた以上は絶対にやってやろうという気持ちがあると意気込んでいた。ヤクルトではジャッキー・ロビンソンに習ってロビンソンのように現役を引退しても他の選手が背番号を引き継ぎたいと思えるように活躍したいとの意向からロビンソンの現役時代と同じ背番号42を着用している。かつて坂口と同じマネジメント会社と契約していた。 石川雄陽も2010年以来一桁だった背番号を尊敬する先輩と同じ番号という理由で2020年シーズンから42番に変更している。ありがとうございます。